アバランチ作戦、アバランシュ作戦は第二次世界大戦中1943年9月9日に実行された連合国軍によるイタリア、サレルノへの上陸作戦である。この作戦にはハロルド・アレクサンダー将軍の第15軍集団が投入された。この作戦は成功に終わったハスキー作戦に次ぐイタリア戦線におけるものであった。主要な攻撃目標は サレルの周辺のイタリア本土西海岸への上陸であった。この作戦を支援するためにベッタウン作戦、スラップスティック作戦といった作戦も計画された。数軸国側の北アフリカ戦線での敗北により、イギリス首相のウィンストン・チャーチルは、イタリアを戦争から脱落させて、イタリア海軍を無力化し、地中海での輸送を安全なものにしようと欲していた。そうすることで、 中東や極東、そしてソビエト連邦への援助のための補給線を維持することを容易にしようとした。また、イタリアに進攻することで、ドイツ陸軍をこの方面に止め置くこととなり、オーバーロード作戦の成功に寄与すると考えた。それに対し、ジョージ・マーシャルらアメリカ軍首脳は、オーバーロード作戦の遅延につながるとして、この方面での作戦は計画していなかった。ドイツ軍は事前に、 サレルの上陸の可能性が高いとして、第16装甲手段を、サレルの湾を見下ろす、丘陵部に配置していた。9月9日に上陸した、連合国軍は思わぬ抵抗に一時後退した。この間に、ドイツ軍の援軍が到着し、逆に、ハインリヒ・ホンフィーティング・ホフ将軍率いる戦車及び、自走砲が逆襲に出てきた。連合国軍は 105mm 砲の、 直接照準射撃で応戦し、なんとか共闘法を確保した。また、アメリカ陸軍の第82空挺師団の降下作戦が行われた。9月15日、イギリス海軍の戦艦、ウォースパイトとバリアントがサレルノワに到着し、艦砲射撃でドイツ軍部隊に甚大な被害を与えた。また、連合国軍は、ドイツ軍の前線の背後にある街道沿いの街を、 戦略爆撃で壊滅させ、補給を断絶させた。ドイツ軍は、飛行士団、機械化不評手団を合わせて6個投入したが、連合軍の砲兵や、艦砲射撃の前に上陸した連合軍を駆逐することはできなかった。ありがとうございます。